フロアサール、年代期の15世紀の装飾写本に収録された、燃える人の舞踏会を描いたミニアチュール。ダンスの参加者が燃え上がる衣装をかきむしる横で、ベリーコーヒーが青いスカートで、シャルル6世を覆い隠している。踊り手の一人は、ワインの大家に飛び込んでいる。その上のバルコニーでは、演奏が続けられている。燃える人の舞踏会、または野蛮人の舞踏会は、 1393年1月28日にパリで開催された仮装舞踏会。この舞踏会においてフランス王シャルル6世は5人の貴族と共に仮装してダンスを披露した。その際、シャルル6世の弟ルイド・バロワが会場に持ち込んだ松明を火元とする火災が発生し、ダンスを行った6人のうちの4人が焼死したが、シャルル6世ともう一人の貴族は、 ことなきを得た。パリ市民はこの出来事を宮廷が堕落している少佐であると考え、支配層の貴族に対して反乱を起こす兆候を示した。一般市民の怒りを鎮めるため、王と王帝類は罪を償うための苦行の実施を強いられた。この舞踏会は、シャルル6世の妻イザボード・バビエールがある女官の再婚を祝して開催したものだった。 そこで披露された野蛮人に憤した者たちのダンスには再婚した者をからかう伝統的風習、シャリバリの要素が含まれていたと専門家は考えている。舞踏会での出来事はミシェル・パントワンやジャンフロワ・サールのような当時の年代記編者によって記録されており、15世紀に多数作成された装飾写本にはブルゴーニュのアントワーヌ等の画家による挿絵が加えられた。後に、 エドガー・アーラン・ポーはこの事件に着想を得て、短編小説、飛び交ーズを表した。1380年、父シャルル5世の死没を受け、12歳のシャルル6世は、フランス王位を継承した。シャルル6世は弱年であったため、当初は4人の叔父がその摂政を務めたが、シャルル6世の即位後2年のうちに、叔父の一人である、ブルゴーニュ・コー・フィリップが、唯一の摂政としての地位を確立した。 1387年、20歳のシャルル6世は、申請を開始し、速やかにおじたちを解任するとともに、父の代から引き継がれた、顧問団であるマルムゼを復権させた。マルムゼは、シャルル6世のおじたちとは異なり、イングランドとの和平、減税、そして協力で信頼できる、中央政府を求めていた。マルムゼ主導の政策により、 イングランドとの間で3年間の休戦に向けた交渉が行われることとなったほか、ベリー・コー・ジャンは行き過ぎた課税を理由として、ラングドックの失勢を解任された。シャルル6世の退官式1392年、シャルル6世は生涯にわたって続くこととなる、精神異常の最初の発作に見舞われた。精神異常は、オリビエド・クリッソンの暗殺未遂事件に対する、 とどまることのない噴撃として現れた。オリビエ・ド・クリッソンは、フランスのコネタブルであり、マルムゼの長でもあった。暗殺者は、ピエール・ド・クランであったが、彼に行動を起こすよう仕向けたのは、ブルターニュ・コージャン4世だった。ド・クリッソン殺害の試みが自分と自分の王政に対する攻撃であると確信した、シャルル6世は、すぐに報復としてのブルターニュ進行を計画し、 マルムゼからの賛同を得た。数ヶ月後、シャルル6世は軍勢を引き連れて、パリを出発し、ブルターニュに向かった。ブルターニュに向けて行軍中の8月のある、暑い日、ルマンの近郊を通りかかった、シャルル6世は、何の前触れもなく、剣を抜き、裏切り者に突撃せよ。奴らは私を敵に引き渡すつもりだなどと叫びながら、自軍の騎士たちに襲いかかった。 シャルルに襲われた者の,の中には、彼の弟で親しい間柄のオルレアンコールイも含まれていた。シャルルによって4人が殺害された後、自重の一人がシャルルの腰の付近に掴みかかり、取り押さえることに成功した。屈服させられたシャルルは、昏睡状態に陥り、その後4日にわたって意識を回復しなかった。事件の直後、 シャルルのおじたちを含む多くの者が王が昏睡状態から回復することはないと考えた。ブルゴーニュ公とベリー公は、シャルルの発病に乗じて、再び権力を掌握し、摂政としての地位に復帰したほか、マルムゼによる評議会を解散させた。昏睡状態のシャルル6世は、ルマンに運ばれた。その後、巧妙な92歳の医師 ギオームド・アーシニーがルマに呼び出され、王の治療に当たった。シャルルの意識が回復し、熱が引いた後、彼はアーシニーによって、パリに返された。パリに到着するまでの間、シャルルは、各地の城から城へと休養を挟みつつゆっくりと、移動した。パリに戻ったシャルルは、9月下旬には、ランに近いノートルダムド・リエス教会への巡礼を、行うまでに回復し、この巡礼を終えた後、 再びパリに帰還した。味方の騎士を襲撃するシャルル6世、シャルル6世の突然の発狂を受けて一部の者はこれが神の怒りのサインであると解釈し、また別の者は魔術の結果であると考えた。ロバート・クネヒトのような現代の歴史家はシャルル6世が妄想型統合失調症を発症した可能性があると推測している。 シャルルの不安定な精神状態は継続し、ある時は自分の体がガラスでできていると信じ込み、またある時は歴史家デズモンドスワードによれば王宮の廊下を狼のように遠吠えしながら走り回った。当時の年代気変者ジャンフロアサールはシャルル6世の精神病があまりに蒸気を逸しており、どんな薬も助けとならないほどに深刻であったと記録している。 最も症状がひどい時には、シャルルは自分の妻イザボード・バビエールが誰であるかも認識できず、部屋に入ってきた彼女を追い払うよう求めた。一方で、シャルルは発病後にイザボーを王子の貢献人とするよう手配しており、最終的に彼女は、後のシャルル7世の貢献人になることとなった。王子の貢献人として大きな政治的権力を得たイザボーは、 王に代わり政務を行う、殺傷会でも主要な地位を占めた。バーバラ・タックマンの著書、遠い鏡、最悪の14世紀ヨーロッパによれば、イシアーシニーは、彼に留まるよう求める負荷からのスータの懇願や、申し出を断った上で、パリを離れたが、それにあたり、シャルル6世を指導、統治の責務から遮断するよう提審に指示した。アーシニーは、王の補佐官たちに、 王を不安にしたり、苛立たせないよう注意せよ。王の仕事はできるだけ減らさねばならない。楽しみ、忘れることが王にとって何よりも良いと伝えた。シャルル六世を楽しく陽気な雰囲気で包み、一方で当地にまつわる苦悩から引き離すため、宮廷には手の込んだ娯楽と過敏なファッションが溢れた。例として、イザボーと彼女の義理の姉、バランティヌ・ビスコンティは、 宝石が散りばめられたドレスを身につけ、編んだ髪を大きく膨らませた、複雑なヘアスタイルの上に、先が二つに分かれた幅の広いエナンを被っていた。彼女たちの髪はあまりに幅広く、通行のために出入り口の横幅を広げる必要があったと伝えられている。当時の一般市民は、宮廷における派手な贅沢は、旅が過ぎていると考えていたが、 一方で親愛王の呼び名をつけるなど、シャルル6世への敬愛を抱いていた。そのため、宮廷による浪費が非難される、際の矛先は、バイエルン公国から迎えられた、外国人の王妃であるイザボーに向けられていた。イザボーと彼女の義理の姉バランティーヌは、廷身からも、市民からも好まれていなかった。フロアサールは、年代記の中で、シャルルのおじたちが、 王妃とウルレアン公がダンスを踊っている限り、彼らが危険な存在になることはないし、厄介にもならないと考え、宮廷が勇興に吹けるのを良しとしていたと述べている。ブルゴーニュのアントワールが1470年代頃に描いた燃える人の舞踏会中央には燃え上がる踊り手が、その左にはベリーコーヒージャンヌのスカートにくるまれるシャルル六世が描かれている。 1393年1月28日、カトリーヌ・ド・ファスタ・ベランという名の女官の3度目の結婚を祝して、王妃、イザボーはサンポール館で仮装舞踏会を開催した。タックマンの説明によれば、当時の伝統として未亡人の再婚は、カラカイや悪ふざけの機会とみなされており、新婚夫婦に向けて、シャリバリと呼ばれる、あらゆる種類の傍若無人、仮装、 無秩序、鳴り響く、耳障りな音楽とシンバルの音を特徴とする、風習がしばしば行われていた。この舞踏会には、シャルル六世も参加したが、ユゲドニゼという貴族の発案により、王は身分の高い五人の騎士と共に、森の野蛮人に仮装して、ダンスを披露することになった。六人の踊り手に縫い付けられた、野蛮人のコスチュームは、松ヤニを染み込ませたリネンに雨を貼り付け、 彼らが全身毛むくじゃらに見えるようにしたものだった。同様の素材でできたマスクで6人の顔は覆い隠され、監修からは彼らが誰であるのかわからなかった。一部の年代記は踊り手たちが鎖で互いに繋がれていたと記録している。ほとんどの監修は6人の踊り手にシャルル6世位が紛れていることに気づいていなかった。可燃性の高いコスチュームに引火する危険を避けるため、 ダンスの疲労中に松明を持った者が入場することは、固く禁じられていた。歴史家、ヤン・ビーンストラによれば、仮装した男たちは飛び跳ね回り、狼のように遠ぼえし、卑猥な言葉を吐いて、悪魔のような興奮状態で踊りながら、監修に、自分たちが誰であるか言い当ててみるよううた。その頃、シャルル6世の弟ルレアンコールイが遅れて、会場に到着した。 フィリップ・ドバルを連れてやってきたオルレアン公は酒に酔っており、二人は火のついた松明を手に持って仮装した男たちが踊る広間に入場した。その後に何が起こったのかについては諸説があるが、一説によればオルレアン公は踊り手の一人が誰であるか確かめるため手に持った松明を彼のマスクに近づけたが、その時松明から火花が飛び散り、その男の足に火がついたという。 事件について、17世紀のウィリアム・プリンは次のように記述している。オルレアン公は、従者が持っていた松明を天に近づけすぎたため、王の帝臣の一人に火をつけてしまった。火は、帝臣から帝臣へと燃え広がり、彼らは鮮やかな炎に包まれた。一方で、当時の年代記の一つは、オルレアン公が松明を踊り手の一人に向けて投じたと述べている。 野蛮人に噴した踊り手の一人が自分の夫であるのを知っていたイザボーは炎が彼らに燃え移っていく様子を見て気を失った。実際にはシャルル6世は燃え上がる仲間たちから少し離れた場所に立っておりすぐそばにはベリーコーヒージャンヌ2世がいた。シャルル6世のおばに当たる当時15歳のジャンヌはとっさの判断で彼を自分のトレーン付きスカートでくるみ シャルルをヒノコから守った。シャルルが他の仲間から離れていた理由については、ジャンルが踊っているシャルルに近づき、会話するために彼を仲間から引き離したとする記録がある一方で、シャルルが自ら仲間から離れて監修に近づいていったとする記録もある。フロアサールは次のように記述している。王は前に進んで仲間たちから遠ざかり、 自分の衣装を見せびらかすため夫人たちの方に歩いて行った、そして王妃の前を通り過ぎ、ベリーコーヒーのそばまでやってきたのである。円錐形の絵ナンをかぶったベリーコーヒーがドレスのトレーンで仮装したシャルル6世をくるんでいる描写広間は、すぐ大混乱に陥り、燃え上がる衣装の中で男たちは苦しさのあまりかなきり声を上げた。監修の多くも火傷を負ったが、 彼らは悲鳴を上げつつも、燃える男たちを救助しようと試みた。ミシェル・パントワンはその様子について生々しい記録を残しており、踊り手のうち4人は生きたまま焼かれたが、彼らの正気は燃えながら床の上に落ち、そこから血が溢れ出たと述べている。野蛮人に噴した6人のうち、生き残ったのはシャルル6世を含めて2人だけだった。 もう一人の生存者であるシュールド・ナントゥイエは、ワインの大家に飛び込み、火が消えるまで、そこに留まることで一命を取り留めた。ジョアニー・ハクは現場で死亡した。ホア・ハク・ガストン三世の息子イヴァン・ド・ホアと、バレンティノワ・ハクの息子エメリー・ド・ポアティエは大火けを負い、二日後に死亡した。仮想の提案者であるユゲド・ギゼは彼らよりも一日、長く生き延びたが、タックマンによれば、 共に踊った仲間たちを非難し、その生死に関係なく、全員を罵り、侮辱しながら死んでいったとされている。事件を知ったパリ市民は、国王が危険にさらされたことに起こり、シャルル6世の周囲の者たちを非難した。多くの市民がシャルルのおじたちを廃止、また堕落した帝心を殺害することを求めたため、激しい動揺がパリ中に広がった。叔父たちは、市民からの抗議に、 大きな懸念を抱き、また1382年に起こった、マイオタンの反乱の再来を恐れた。彼らは停心を説得し、シャルル六世とその王子たちは残悔のため、ノートルダム大聖堂に参拝することとなった。パリの町に出た王族は大聖堂まで行列を組んで、行進し、王だけは馬に乗ったが王子たちは、謙虚さを示すため徒歩で行った。一方で、火災の原因とされた、 オルレアン公は、食材のための寄付を行い、セレスタン修道院に礼拝堂を建てるための資金を拠出した。フロワサールの年代記は、各してこの縁と婚姻の祝いは大変な悲しみのうちに終わったが、それはオルレアン公の責任であると我々は考えねばならないと述べており、シャルル6世の弟であるオルレアン公ウ類を事件の現況として直接的に非難している。 オルレアン公の評判はこの事件によって大いに傷ついた。オルレアン公はこの数年前にも廃教者の修道士を雇うことで指輪と担当及び県に悪魔の魔力を吹き込もうとしたとの疑惑で批判を受けていた。後に、新学者ジャンプチは証言を行い、オルレアン公が魔術を実践していたと述べ、また舞踏会で火災を起こしたのは前年の夏に、 シャルルから襲撃されたことへの報復であって、失敗した王殺しの試みであったと主張した。燃える人の舞踏会は、王が統治不能であることに乗じて宮廷が写真に流れているとの印象を強めた。シャルル6世の精神異常は、時が経つにつれて、発作の頻度を増し、1390年代今つには、シャルルの王としての役割は単なる形式上のものとなっていた。 15世紀初頭には、シャルルは無視され、たびたび忘れられる存在となり、王によるリーダーシップの欠落は、バロア朝の衰退と分裂を招いた。1407年、皇丹公フィリップ二世の息子ジャニ一世は、自らのいとこでもある、オルレアン公を暗殺し、彼の悪徳、腐敗、魔術、そして公子を問わぬ幾多の悪事を挙げることでそれを、正当化すると同時に、王帝である。 オルレアン公の愛人であったとして、王妃、イザボーをも非難した。オルレアン公が暗殺された後、フランスの諸公はブルゴーニュ派とオルレアン派に分裂し、フランスは数十年にわたって内戦状態に置かれることとなった。燃える人の舞踏会は4人の貴族が死亡した重大事件であり、当時の複数の年代記がこの出来事を記録した。中でも著名なのは、 ジャンフロワサールとミッシェル・パントワンによる記録であり、それらの記録に挿絵を加えた装飾写本も多数の地に作成された。二つの記録は基本的な点については共通しており、両者とも野蛮人に仮装した者たちがダンスを披露したこと、シャルル6世がことなきを得たこと、仮装した者の一人が大桶に飛び込んだこと、最終的に4人が死亡したことを述べているが、 フロアサールが仮装した者たちは互いに鎖で繋がれていたと述べる一方で、パントワンはそのことに一切言及しないなど、細部の説明には不一致が見られる。野蛮人のダンスが行われた意図についても食い違いが見られ、歴史家、スーザン・クレーンによれば、パントワンが野蛮人のダンスは乱暴な、シャリバリであったと述べ、また監修も踊りに参加したとする一方、 フロワサールは野蛮人のダンスは一種の演劇であって、監修が参加することはなかったとしている。仮想ダンスで起こった火災と題するフロワサール年代記のミニアチュールフロワサールが年代記第4巻に残した燃える人の舞踏会についての記述は歴史家カテリーナナラによって著者であるフロワサールがこの出来事について否定的であるために遠征感に満ちていると評されている。 フロアサールが三事を招いた人物として、オルレアンコール類を非難する一方で、パントワンは野蛮人のダンスを考案したユゲドギゼを主に非難しており、ドギゼは生まれが癒しい召使いを動物扱いすることで万人から嫌われていたために、貴族たちは彼の苦しみに満ちた死を喜んだと述べている。パントワンが表した年代記における舞踏会の記録は、シャルル六世の知性における、 約25年間を扱ったシャルル6世の歴史に含まれている。パントワンが野蛮人のダンスは社会的道徳観に反したものであり、王がそれに参加したのは軽率であったと批判的な姿勢を示している一方で、フロワザールは王の参加したダンスが単なる祝賀行事であったと述べている。ハーレーのフロワザール写本における舞踏会の描写、ブラックレターのフランス語で記述されている。 専門家はフロアサールもしくはパントワンが燃える人の舞踏会に居合わせていたか否かは不明であるとしている。クレーンはフロアサールの記録は舞踏会の約5年後にパントワンの記録は約10年後に作成されたものであるとしている。ビーンストラはパントワンが舞踏会での出来事を直接目撃していた可能性はあると推測しており彼の記録は フロアサールのものよりも正確であると考えている。パントワンの年代記は、シャルル6世の宮廷を理解するにあたって、不可欠なものと広く考えられているが、その内容の中立性は、作者のオヤブル・ゴーニュ派、ハンオール・レアン派的なスタンスによって損なわれている、可能性があり、王と王妃の否定的な描写につながっているという、指摘がある。事件の第3の記録は、 15世紀半ばのジャンジュベナルデジュルさんによる伝記、フランスオシャルル6世の歴史に含まれているが、これは1614年になるまで出版されなかった。ハーレアンコレクションの一部として、大英図書館に所蔵されているフロアサールの年代記の写本には、野蛮人のダンスと題する生命不詳の画家によるミニアチュールが含まれている。 その後1480年頃に作成された年代記の写本にも仮想ダンスで起こった火災と題する同じく生命不詳の初期フランドル画家によるミニアチュールが含まれている。15世紀にルイド・グルートゥーズが作らせた年代記の写本にも舞踏会を描いたミアチュールが含まれている。1508年頃にはマリー・ド・クレイブのために作成されたと思われる。 年代記の写本がパリで出版された。この本には25モノミニアチュールがページの余白に描かれているが、唯一、燃える人の舞踏会のイラストには1ページが丸ごと費やされている。ありがとうございます。